スターホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。おはようございます。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。お、なんかやろうとした。プレゼントが届いています。ガチャ、レアガチャ。ドバイミネリアムガチャないな。イベント開催中です。まあ最終章ということで、刀アラビア。何かご用でしょうか。あと4周ですか。ちょっと調子がね、調子を戻さねばなりません。何かご用でしょうか。そう、今回いよいよ SWBC ですね。最後のチャレンジということで。いい感じですね。お、マッタケですね。ナスもあります。何かご用でしょうか。まったけを選ぶようになっている。深く調子を戻さねばなりません。いい仕上がりです。あと2周調教して SWBC にチャレンジですね。イベント開催中です。調子回復かな。まだ調子回復しないといけない。まずまずでしょうか。イベント開催中です。11月の2週ですね。どうするかですよね。ちょっとプラス8キロにならないと厳しいか。チーズでもな。しまった、重量。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。マイナス2キロですね、通常より。これはいけません。 SWBC です。岡部さんはどうかな。厳しいかな。もう一度カーチ、最後のカーチさんで。ということで SWBC 登録しました。最後の SWBC となります。何かご用でしょうか。刀アラビア、いよいよ最後の、レースとなるはずです。いよいよ最後の勇姿見守ってください。よろしくお願いします。ではまた後で。お待たせしました。はい、というわけで SWBC 結果が出ましたので見ていきましょう。お待たせしました。ちょっと2キロ標準ベスト体重より軽いのは気になるとこではありますが、いよいよ最後の戦いになりそうです。なんとかここで勝ってほしいですね。おお、厳しいですね。3番人気。投票受付を開始します。4頭か5頭まで出れるような気したんだけど、まあ3頭。ただ20丸がないんですよね。他のまあ20丸あるのに、刀アラビアだけは20丸がない。
というのはちょっとつらい。3番人気、1番人気はですねアンセムゼクスですね。ちょっとリターンフォードは SWBC を立ってんのにそれほど人気ないっていうのは結構意外か。 SWBC もそんな出れてないからな、各馬とも分からないですよね。さあどこまで対等できるか。オープニングに出てくるアニメですね。ダレアラビア。三大思想を見守りながらスーパー WBC です。時間をそして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。さあスタート、12番大外ですね。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。5番ヒート、それから11番ゴドルフィンバルブ、注目の選手は遊びでやりますが、オルコックアラビアンがかわしていきました。ちょっと前かな、展開範囲にかかわらず、この辺りちょっと、これがどう響いてくるか。それから10番マッチェム、そして5番手にゴドルフィンバルブであります。5番ヒート、そしてその後ろからカタノアラビアン、それからダーレーアラビアン、エーポス、3番アンセムテックス、赤い帽子が馬込みで入れています。バイアリーターク内を通りましてリターンレポート、流れるようにレースが展開されています。先頭は7番オルコックアラビアン、後続集団を離しました。短期にですね、その後ろ10馬身くらいあってエクリプス、ちょっと離されまして9番ヘロド、そして4番手に10番マッチェム、その後ろ3馬身くらいあって11番ゴドルフィンバルブ、5番ヒート、カタノアラビアンと河内ヒロシ、名コンビはここにいます。お、なんか音、この直線の方向に最高の栄養が待ち受けています。さあどこまで差してこれるか。悪くはないけどね、差し足は。さあオルコックアラビアンがまだ頑張っている。さあつまらないぞ意外と。さあどうだ、蓋中を割ってきた。エーボスとヒートとリターンフォート。おーっと3着かな。いやいや及びません。エーポス、あ、人気通りを3着だったですね。1番3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。プレゼントが届いています。さあこれで何かご用でしょうか。今11月を2週か。気合十分ですね。で、プラス6キロ。何かご用でしょうか。レースに出れますわけがないというわけでこれで終わりですね。もう福島記念出て終わりましょう。
有終の美を飾ります。一番人気です。一番人気だが圧倒的ではない。投票受付を開始します。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。福島記念12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ外が行くのか、ツインターボが行くでしょうね。アンバーライオンが行く構え、アンバーライオンもいい。外から1頭ツインターボ、ツインターボやっぱ大逃げです。ウィンコンサートでやります。そしてその後ろからインタースプール、その内からは7番バッドネスオー、そして6番手に2番ペガサスであります。シルクブレッシュ、この辺りちょっと離れている12番ヤマニンコックス、そして内からは8番アラタマワンダー、その外9番カタノアラビアン、その後ろでやりましょうか、東洋リファール、10番マイオジョンヌ。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、ツインターボがレースを引っ張るようになりました。バラバラになっています。それから離されましてウィンコンサート、それから5番アンバーライオン、その外にインタースプール、内を通って7番マッドネスオー、ペガサス、それから足毛の馬体シルクブレッシュ、差が開いて12番ヤマニンフォックス、それからもう1頭8番アラタマワンダー、その外スーッとカタノアラビアンが上がっていきました。内から1頭東洋リファール。さあ今1頭ツインターボが大逃げしてますよ。これ押し切るんじゃないの。直線伸びてくるのかどうか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ツインターボいっぱいいっぱいになりながら、やっぱりセーフディーゲームはありますからね。さあどうだ、ヤマニンフォックスが外から飛んできた。ヤマニンフォックスが差を詰めてきた。これは半シーレースになりました。おっとヤマニンフォックス、馬体があったところ、なんとヤマニンフォックスに負けた。次は頑張りましょう。金量 61.5 キロだったんですね。9番レースを終えた馬が戻ってきました。はい、というわけで引退です。登録です。 14,740 枚ですね。戦績ですね、試乗こそあまりパッとしなかったんですけど、この辺は強かったですね。凱旋門賞、ジャパンカップ取ったところまでは良かったけど、ここから比較的負けが込むようになってしまいました。 WBC ターフ3勝、凱旋門賞、ドバイシーマクラシックとなっております。何かご用でしょうか。はい、ということで1008から3200ということですね。比較的中長距離で戦えるメジオマクイーンみたいな馬になるんじゃないでしょうか。次回も楽しみですね。はい、というわけで次回からは新書、このカタナアラビアンに牝馬をつけまして、新しい馬を作っていきたいと思います。23代目ですね、ご期待ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。